にちは、陽吉太郎です。今回はですね、別れさせや工作は道徳違反になるかということについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。まあ、でですね、詳細的には探偵業として、依頼者、女性とします。女性の依頼者が、以前付き合ってた男性と別れました。で、その男性は違う女性と付き合っていると。で、その男性と女性を別れさせるために探偵に依頼して、その探偵が別れさせる工作をして、別れさせて、でまた復縁するしたいみたいな、そんなことをがしてるみたいなんですけど、でそのことについて、大阪地裁でですね、判決が29日に出るみたいなんですね。そういったことについて、まず客観的な意見としては、これは道徳違反でしょうっていうこととか、なってほしいっていう切に願っている方とかですね。そんな感じかな。あと自分の力で何とかしろよっていうことですね。そういった意見が多かったかなと思います。でですね、自分の気持ちとしてはですね、すごい、女性の方が男の人をすげえ好きだったのかなということかな。で、別れさせる、結論として、別れさせて復縁したとしてもですね、多分長くは続かないと思いますよ。一回別れたということは何かしらの原因があったはずなので、またその原因で別れるんじゃないかなということと、一回その別れさせ屋を使ってやって復縁したとして、その疑いの目を見ちゃうと思います。女性の方がもしかして別れさせようとしてる、私がしたようにみたいな、そんな感情が生まれるんじゃないかなと思いますね。自分がやったことって返ってきますよ。それに今回のこれって、復縁したいがためにやったっていう感じだけど、その裏にある意味復讐したいんじゃないかなっていう感じもちょっと見られますね。男女を破局させるということは男の幸せを妬んでいるみたいな、そんな感じにも見受けられますね。だから別れさせ屋というより復讐屋にちょっと近いんじゃないかなという感じは少し思いますね。なので何でしょうか、復讐とかそういうこととか復縁したいとかそういうことはですね、自分の力でやった方がいいんじゃないかなということを前提にして、復讐とかそういうのはやんない方がいいですよ。はい。また、新しい人を見つけるとか、自分が楽しめることをやった方がいいと思いますよ。悪いことをすると、いつかは帰ってくるし、だったらいいことをしようよっていう感じですね。そんな感じですね。はい。ということでですね、今回はですね、別れさせようと探偵に依頼して、それがぐちゃぐちゃになって訴えられて
29日に判決出るよっていうことについてお話ししていきましょう。ではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。